こんばんはーこんばんはー <laughs> ゴ,ーゴーサルトビラジオの時間です。はい。今週も始まりました、55ゴーゴーサルトビ。いいね、先週ねこ、告知してたんですけど、うん、今週はちょっと所要でスタジオに行けないので、はい、ズーム収録という形で放送させていただきます。はい、今週も小鉄さんとご一緒させていただきます。 よろしくお願いししますよろしくお願いいたしますね。まあこんなもんができてね、<laughs> インターネットの世の中もうね、時空をこべてね、ね場所を厭わずという、この素晴らしい反面、なんか恐ろしい世の中がやってきましたね。<laughs> 文明の歴ですね、うまさに。ねはい、それこそね、あの今日私、夕方ね、月が綺麗だから、ちょっと家の近くで月を見ようと思って、はい、月を見に行ってたんですよ。はい そしたらね、あの、急にね、外国人の人に声をかけられて、道を教えてほしいと。うん、えナンパではなかったんですか<あ> <laughs> <laughs> 残念ながらね、女の方で。<laughs> あそうですか。そしたらね、はい、私、まあ全く英語が自慢じゃないですけど、できないんですけど、うんはい、そしたらね、その方はね、携帯を見せるわけですよ。道を教えてください。ここ行きたいんですけど、と。お<ー>で、私、 答えたいけど、英語ができひんもんやから、うん、<laughs> すかさず携帯で、こう、Google 翻訳を <laughs>、うん、しまして、<う>ほいっと、あの、お見せして、うん、それでね、Google 翻訳をね、お互いし合ってね、はい、会話が成り立つんですよ。ああでもその相手の人がもう Google 翻訳にして、ほいってスマホを渡してはったんですかそう、あー多分 Google 翻訳かどうかはわかんないけど、とりあえず翻訳機能のできる、うん 何かで<ー>あの翻訳して日本語に訳したものを私に見せられて<ー>で私は私で英語に翻訳したものをこう見せて、えーはい、でお互いこう道案内をすると、はい、本当にねまさにね文明の力やなと、えー、すごいね <laughs> もうなんかド, <laughs> ドラえもんのなんかもうどどこでもドアじゃないあの 何でも、な,なんか変換気いな <laughs> なんかね、もうほんますごい世の中になったなと。うん。思いますね。すごいね。で今ね、はい、ちょうどお時間が、ちょっと事前収録なので、うん、今のお時間がちょうど23時20分。はい、うん。もうちょっとしたら、はい、あの、3月7日になるんですけど。あ、本当だ。 まあ、ギリギリね、3月6日になるんですけど、はいはいね、あの前にね、お話しした24節気の中のね、うん、今日は慶筆という日になります。でね、今日から春分の期間が慶筆と言い,いまして、うん、まあ、その慶筆の前が雨いなんですけど、まあ、雨いから数えて12日、十二日目頃。で、慶筆の慶は開く。 で、実は、土の中で冬ごもりしている虫の意味で、大地が緩まり、冬眠していた虫が春の訪れを感じ、穴から出ていく頃。うん、でまだね、まだまだ寒い時期ではありますけど、一雨ごとに気温が上がり、はい、日差しも徐々に暖かくなってきます。まあ、まさにね、さっきね、天気予報でね、テレビで言ってたんですけど、もうすごい暖かくなるらしいですよ。うん。なんかもう春が先に、 たような感じですよ。また、うん、ちょっとまだ感の戻りがあるんですかね。またあるかもしれませんけどね。まあだんだんまあ春が近づいてる感じがね、うん、しますね。はい、うん確かにね。本当にね当暖かくなって、うん、うんね、ようやく待ちに待った春が。そうですね。まあ春が来て喜んではいるんですけど、でもね、うん、なんか。 花粉症で困ってる人が増えてきてるような気がするんですけど。今年なんかすごい飛んでる <laughs> 言って。はい、<laughs> ですね、なんかもう、何をしてもなんか10年ぶりとかね、うん、かね100年ぶりじゃないけども、ねねすごい本当ね、花粉症の方はね、すごい今、大変な時期かなとは思うんですけど、うん、浮かれてばっかりも入れない感じですかね。はい、そうですね、はいう ねみんな、ね皆様はね、どんな時にね、春を感じはるんでしょうね。リスナーの方とかね、ああ、これが春だな、って花粉が春だな、っていう方もいらっしゃるだろうし、しうね、桜が春だな、っていう方もいらっしゃるだろうしね。うんうん、まあ、はい、まあそれぞれね、皆さんどんな感じで春を感じられることでしょうね。うん、でね、うん、放送の日の3月7日は、消防の記念日なんですって。ほう<ー>、うん、なんと。 ねリスナーの皆さんとかご存知の方とかいらっしゃるんですかね小鉄さん知ってはりました知りませんでしたね。うーん、はい、ちょうどね、先週明日から火災予防週間ですって言ってね、うん、お話ししてたんですけど、うんはい、まあね、調べたところ、昭和22年に制度の改革に伴って、うん、それまで警察の一部だった消防を 分離独立させて責任を明確することが検討されたそうなんですよね。で、その結果、その年の12月23日に消防組織法が交付されて、昭和23年3月7日に消防組織法の施行により、はい、明治以来75年間にわたって警察機構の中に含まれていた日本の消防は自治体が管理する今日の 自治体消防制度へ移行しました。うん,うん。そういうそういう記念日ですね。あの、うん、なんかなんか優勝正しいような気がします。そしてね、昭和25年には広く消防関係職員及び住民の方々に自らの地域を自らの手で、うん 火災その他の災害から守るということへの理解と認識を深めていただくため、消防組織法の施行日である3月7日を消防記念日とすることにされたようですうなるほどね、これは、うんまあ、うまい具合に書いれてますね。うんうん それでね、春季全国火災予防運動っていうのは毎年3月1日から3月7日。3月7日がね、うん、最終日になってるみたいで。なるほど。まあ各地のね、消防本部等において、啓発イベントや消防防災功労者に対する表彰とかね、うんうん、いろいろな様々な行事がされる。はい、そうですうんうん、うん。なるほど。まあ実際になんかね、消防車結構昨日走ってました。そうですね。あのー、うんうん、3月5日、 ですよね日曜日、各、まあ、村のこの地域の消防団もあの、えー、火災予防推進班といいますかね、地域の消防団が消防車を走らせてあの、放水訓練ししているところもありましたねやっぱりその、ね、火災予防週間になんでされてることだと思うんですけど、はい、なんか意識しなかった、それもあんまりね。 今まで分かんなかったんですけど、うん、ああ、なるほどなと思って。うんうん、確かにそうですね。知ることってすごいな。まあね、火災予防運動はね、まあ、空気が乾燥し、まあこんね、この時期ってね、すごい風が吹いたりするんで、やっぱり火災のリスクってすごく高いらしくまて、まあ、山火事があったりとかいう、うんね、そういうのもよく聞いたりするんでね、火、まあの元は気をつけましょうということで。はい ね,ねまだね、うんうん、乾燥したりしてるしね。はい、でね、火災予防週間の兵庫ってあるらしいんですよ。うんうんうん、なんでもありますね、交通安全もね、あります、ねうん,うん。ね。はい、ちなみに、2022年度の全国統一防火、兵庫は、うんうん、お出かけはマスク戸締まり、火の用心だったそうです、うん。なるほどね、このマスクが入っているところなんかね。うん なんかあのー、季節用語じゃないけど、本当これなんか世代用語的な、ね、昔、うん、もう何年か経ってからこれを見ると、あ、あの時代のかって、なんか想像そうな気しますね。うん、なんか時代がね、こう、なんか反映されてるというかね。うん、はい。うん。ね、あの、皆さん知ってる方いらっしゃるのかな標語って多分それも <laughs> 意識しないとわかんない。そうですね、は多分あの、うん ポスターなんかに多分書いてね、貼ってあるかとは思うんですけども、ちらっと見てそこまでね、あの、うん、しっかり見てはる人も少ないんじゃないかと思いますね。なかなかね。はい、<laughs> そしてね、今日、えっ、ー、と今日、今日、今日になっちゃうな。<laughs> 3月7日のはね、うん、タウナ健康の日とメンチカツの日と魚の日、うん、語呂合わせでね、こんな記念日もあるそうです。 なるほど。これはまあ、読んだときに、そのね、うん、え、3月なのさかなとか、め、うん、みんち、ちですかね。めんちじゃなくて、みんちで3月なのかの語呂合わせらしい、ね <laughs> ねね。サウナ、サウナね。なんかいろんなもんつけはるなと思いながら。教会が申請してはるんですかね。 あそうそうそうサ、サウナだったらサウナ協会だったり、メンチカツだったら、やっぱその、メンチカツの、ね、方だったり、うん、<laughs> 魚だったらお魚をね、うん、食べてもらうことを目的でってったりね、なんかそんな感じで記念日をね、作られたりされてるそうです。まあね、うん、いろんな記念日がね、ある、調べると、ポロポロポロっと <laughs> 出てくるんですけどね。うんうん <laughs> それぞれね、各種団体、いろいろな思いがあってね、されてると思いますのでね。そしてね、なんかその、なんだろう、私、シリーズみたいな感じで、この日は何の日だって、放送日に合わせて、いろいろ調べてるんだけど、まあ、いろんな記念日があるなと思って。確かにそうです。調べてみるとわからん。本当にそうですね。まあね、結婚記念日だって質問もねあるかもしれませんしね。 <laughs> ね、いろいろ <laughs>、はい、そしてね今週土曜日や3月11日は東日本大震災から12年になります、うん、あらもうはや12年ですか、うん、早いす、ねうん、早い本当にね、うん、あの地震があった当時が2011年、うん、平成23年3月11日14時46分、うん、宮城県の 東南東沖130キロを震源地とする地震で震源の深さは24キロ地震の規模はマグニチュード9.0と言われてます、うん、国内ね最大規模となるこの地震は大津波により東北地方の太平洋沿岸に大きな被害をね、うん、渡らしましたまあ多分ね記憶にある方ってたくさんいらっしゃるかなとは思うんですけどね、うん 私もあの当時テレビを見てすごい津波の映像がやっぱり頭にすごく残っててそうですねあれあのリアルタイムでね今どきですよね津波がこうどーっと押し寄せてくるのを中継してましたからねそしてねやっぱり携帯とかインターネットとかがやっぱりねそう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 阪神 大震災の時って、うん、そこまで、あの、ね、発達してなかったから、そういう情報を、ね、うん、あの、出される方とかが、やっぱりね、その当時よりは、ね、うん、東日本大震災の方が、やっぱりインターネットとか、携帯とかが普及してるから、そういう映像を、やっぱり出される方とかも、うん、でも,も、ね、なんか連絡つきやすくなりましたよね、昔、 携帯がなかったから、それこそ阪神大震災の時って連絡つける手段がなかなかなかったりとかしたんですけど、うん、やっぱり携帯ってやっぱりあるとね、うん、そうですね、まあ、連絡つける手段としては。うん、ほんまですね。うんうん、まあでもあんまり便利すぎてね、<そ>あのー、うん、それもすぐね、あのー、中継局がね、バッテリーがなくなったり、うん、はい。うん 回線が切れちゃうと、ただの箱になってしまいますから、ね。まあ、なかなかね、難しいとこありますけどね、うんうん。警察庁によると、2022年2月末現在で死者が1万5900人、行方不明者が2523人、死者行方不明を合わせて1万8423人。うん。すごい数ですね。ねうんうん 復興庁によると2022年3月31日現在か、えー、と震災関連死は1都9県で3789人震災関連死直接死行方不明者を合わせると合計2万人を超えてるそうですすごい数ですねなんかこの間ねトルコの地震も1か月なりましたって言われてるけど、うん、5万人ぐらい。 被害に遭われた方がいいらっっしゃるてて聞いてね、うん、そうですね、あれはまだあの、うん、直接被害だけですからね、これ、うんまあね、避難してはる人とか、うん、いろいろまだあの紛争地帯で本当のこと、数わかんないみたいですからね。本当ね、なんかいつどこでまあ、ね、起きるかわからない災害、ね、本当に、うん、あそれこそね、阪神大震災。 もですけど東、ね、東日本大震災もやっぱり風化させちゃダメだなって感じますね。うん、はい。ですね。まあ、以前にもね、お話ししたんですけど、まあ、阪神・淡路大震災から28年で、東日本大震災から12年でね、これからもね、たくさんの方の思いを私たちは、震災の記憶や教訓を風化させることなく、次世代に伝えていく、うん、そんな必要があるんではないでしょうかね。 ほんまですね。確かにそうですね。ちょうど、あの、まあ、その、ね、震災からの日にちが来てるので、NHK でもなんか番組、ね、他の局でもやってましたけども、やはりそういった、その、当時のことをね、思い出させる番組ってのは、やっぱり必要でしょうね。今、それううこそ、あの、ね、南海トラフ、ね、 て、ねうん、言われてますもんね何年後に来るか分かんないんですけども、うんね、やはりそのいろんなリスクを普段から考えておかないとね、うん。一人一人がね、まあ、防災への意識を高めていくことも大切やろうし風化させないということも大事やろうし皆さんねどういう、ね、防災対策をされてるんでしょうかね。私なんんかもあんまり な、なんだろう、こう、必要なもんはまあ、ね、買い揃えて置いたりはしてるんですけど、うん、やっぱりいざ、いざ、じゃあどこに避難するんだとか、うん、なったらね、なんかその辺もちゃんとね、確認しとかなきゃいけないし、それこそ前にお話ししたとき、ね、なんか防災士の免許、まあ、あの、お勉強したいなっていう話をまあ、ね、したことあるんですけど、うん、まあ、そういったことをね、まあ、生かしながらね、こう、発信していければいいなって、 うん、私も勉強、私自身も勉強しながら、うんね、皆さんにお伝えしていければいいなと思っておりますそうですね、あのうん、やっぱりいろんな場面に直面したときに、自分の身を守る方法っていうのを、ぱ普段から、ねうん、直感的にこうから動けるようになっておけば、はいうん、本当に、結局、まあ、自分が助からないことには人も助けられませんからね。 そうですね前もね、そのお話をさせてもらったことあるんですけどね、本当にまさにその通りですね。はいうん、でね、私ね、個人的に、まあ、東北石巻へね、まあ、プロレスをしている関係でプロレスマネージャーとしてね、うんはい、3年前にいたんですよ。うん、おー、それはリングにあらがられたんですかあの、ね、そののねねそ時ははリングでででなくてマット,マットで、ね、お店の中で <laughs> 石の巻のお店の中であ、ねまあ、マットを引いて、そこで、まあ、プロレスの試合をされた時に、はい、まあ私も関わらせていただいたんですけど、うん、まあその時ね、仙台空港を着いた時ね、当時、うん、やっぱりね、テレビの映像でも見てて、あの仙台空港が水に、うん、使われましたね。津波で水で使ってる映像、まあまあ見たんですけど、うんうん、まあ結構、 ねあの時の印象もすごい残ってて、津波の被害が、まあ大きかった場所の一つなんですけど、うん、まあ8年経っても空港の周辺はね、復興のためのね、工事がね、されたりしてたんですよ。でもう空港の周りはほとんどもう物がない状態、家も、うん、あんまりなくて。で、なんかひたすらなんかこう、川の護岸工事みたいなの ねなんか、工事車両が入ってね、されてたのがすごい印象残ってるんですけど、うん、で、街の中もやっぱりね、ところどころ震災の爪痕はね、至る所に残ってたりしてて、うん。うん。なんか、すごい、その時に、ああ、やっぱり、あの、テレビで,で見て、実際見ると、復興ってなかなか思うようにね、8年経っても、まあ、復興でやってるんだけど、 なかなか大変やなと思ってね、長い年数かかって、元のようにっていうのがやっぱりね、うん、変わってるじゃないですか。ううん、うん、あそうですね、うん、なんかね、でもすごいね、東北の方ね、試合で行ったんですけど、うん、もう皆さんあったかくって、本当にね、うん、なんかね何とも言えない気持ちになりました。あー、うん、やはりそれでね地方地方でねね地地方方っぱり ねえ文化も感じられるやろうし、なんか田舎って、なんか非常にそういう人の、なんか濃いって言うんですかね。うん。はい。感じますよね、確かに。またね、東北ね、試合でね、必ず行ってやろうと思ってますけどね。う,ん、うん。また皆さんにね、お会いできるの本当に楽しみしてて。うん,う,んうん。はい、なるほどね。うん。 そして今日歌のコーナーに早速、はい、<laughs> 行きます。ああ、お願いいたします。でね、3月卒業シーズンなので今日は卒業シーズンということで、えー、松任谷由実さんの卒業写真を、はい、かけたいと思います。ああ、お願いいたします。はい。曲は1975年に荒井由美さん、うん、現在の松任谷由実さんが発表したアルバム、コーバルト アワーの中に収録された名曲卒業写真高校時代ユーミンは美術大学を目指してたそうなんですけどその時に美術学校に通って家庭教師のような形で絵をね習われてたそうなんですけど東京芸術大学の学生で先輩でもあり、はいうん、年の近かったその家庭教師みたいな感じで、ね、教えてくださってた先生が親身になって、うん、そして厳しくを、ね、ユーミンに、ね、絵を教えられてたそうなんですよ。うん で、しかしね、受験はね、失敗されて、東京芸術大学の難易度はやっぱ高くって、浪人する人も多くって、うん、先生は浪人してもう一回チャレンジしなさいっていうことを進められるんですけど、はい、まあい、ね、お家の事情とかもあったり、現役で入学できる多摩美術大学に進むことにね、結局ユーミンさんはね、 なるそうなんですが、うん、一緒に頑張ってきた先生に答えられず、なんとなくもう後ろめたい気持ちでね、少しずつ先生と疎遠になっていったそうです。で、そんな先生をある時、ね、街で見かけた時にね、後ろめたくて声をかけられなかったっていうエピソードから生まれた曲がこの曲だそうです。うん、うん、なんとまあ。うん なと、とってもね、私も大好きな曲で、なんかよくね、ね<え>カバーされる方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、今日は卒業写真をご紹介したいと思います。はい。どうぞはい。いやー、いい曲でしたね。ねえ、本当に大好きな曲です。はい、2>, 2月末ぐらいから各地で卒業式が行われてるんですけど、はいまあ、卒業式を迎えられる皆様ご卒業おめでとうございます。 卒業される皆様はね、ほんまに大変だったんですよね。今までとはね、違うコロナ下でのね、学生生活で相次ぐ休校だったり、部活動の停止、学祭や修学旅行の延期など、当たり前が当たり前でなくなる中での学生生活でもきっと、そんな大変な中でも学ぶべきことはたくさんあったかもしれませんよね。で、先日ね、大学を卒業しますという学生さんとお話をさせていただいたんですけど、 うん、卒業したらねみんなバラバラになってそれぞれの道をね行かれるそうなんですけどこの先にたくさんの楽しいことや辛いことがきっとあると思いますいつかあんなことがあったなと思う日がやってくると思いますそんな時一緒に過ごした仲間のことを思い出して今を大切に頑張ってほしいと思いますリスナーの、ね、方の中でひょっとしたら卒業ですって方がいらっしゃるかもしれないです うん、そんな方々に、サルトビ・マリコと小鉄さんは応援しております。頑張ってよ、頑張、えー、ってよ、ね、新しい、ね、また出会いもあるだろうし。そうそうで,でも、そんな時にね、えー、この卒業写真っていう歌はね、心に響く歌じゃないかなと思います。うんうん、今ですね。 そして今日はね、もう、はい、えー、えー、感じでね、あの、うん、時間が <laughs> やってまいりそうなんですけど、まだね、あの、はい、ちょっと、週末ね、最国33カ所の巡礼行ってきて、ちょうどね、あの、中仙達っていうのに昇格したんですよ。ねでね、ね<ー>またそのあたりのお話もね、はい、またおいおいさせていただけたらなと思っております,、うんはいすね。楽しみでございますね。<laughs> <laughs> ねなんか楽しかったですよ本当に岐阜まで行って<ー>ちょっと昇格して、えー、何事もねお勉強でございます、はいはい、いやねやっぱりそれだけ修行を積まれたということなんでね <laughs> はいね新しい方はね、はい、またご案内差し上げる立場ということになって,て,、ね、なっていくのかな <laughs>、はい、<laughs> またそこらへんおいおいお話ねしていきたいなと思います、はいはい、では今日ねもう締めになりますけど、うん はい、今日の言葉で締めたいと思います。ワンフォーオールオールフォアワン n e あの、ラグビーでね、よく関連付けられるね、うん、言葉の一つになるんですけど、まあまあ実、実はね、フランスの作家のね、作品の中の主人公の言葉だそうです。うん、おー、そうなんや。 その言葉の意味として知られているのは、一、うん、人はみんなのために、みんなは一人のためにという意味もどうやら違うようで、実は一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために、<laughs> その目的のためにみんなで力を合わしましょうということではないのでしょうかね。うんうん、あそうなんだ なんか一つの、私も本当に好きな言葉で、一つの、一人にじゃできないけど、みんなでやれば大きな力になるよっていうののイメージしたときに、この言葉がしっくりきた感じです。うんうん、なるほど。はい。<laughs> はい。ということで、またリクエスト、メッセージは、805丹波のホームページからお願いします。はい。はい。はい、ではあ、来週はね、スタジオからお送りできるかと思います。 では楽しみにしていただけたら、はい。はい、小鉄さん、今日もありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。はい、はい。ラジオの皆さん、はい、また来週。さよなら。また来週。